カナダ保守党は、カナダの中道右派、保守政党。カナダ自由党と二大政党を形成している。現在の党首は、エリン・オートゥール。国際民主同盟加盟。候補では、トーリー党とも呼ばれる。ブリティッシュ・コロンビア州、オンタリオ州、オタワガティノー首都圏、ケベック州モントリオールを基盤とし、1九9三年、総選挙以来、ほぼ唯一の全国政党として、 政権与党の座を占めてきた中道左派の自由党に対抗するために中西部3州、アルバータ州、サスカチワン州、マニトバ州を基盤とする右派政党のカナダ同盟と伝統ある中道右派政党だったが小政党に転落したカナダ、進歩保,保守党の2党が2003年12月に合併し決闘された。決闘直後に行われた総選挙では 政権交代には至らなかったが、99議席を獲得して選挙前を上回った。ポール・マーティン政権に対する内閣不信任可決を受けて行われた2006年1月23日の総選挙では、比較第一党となり、少数与党ながら政権を獲得することに成功した。2008年10月14日の総選挙では、 改選前の127議席から143議席に議席数を伸ばして引き続き第一党の座を確保したが過半数を確保することはできなかった。2011年5月2日に行われた総選挙では167議席を獲得し年間の単独過半数を確保して3期連続で政権を維持した。二千十五年十月十九日に行われた総選挙では 議席を大幅に減らして99議席しか獲得できなかった。一方、自由党は単独過半数を獲得して第一党の座を奪回したため、保守党は約10年ぶりに下野した。近年の保守党政権は消費税を7%から5%へ引き下げるなど、累進課税による経済成長と財政健全化を柱としており、経済成長モデルにおいても政府よりも 市場を重視したものである。このように、カナダ西部を中心とした、オイルサンドなどの石油業界を中心とした、資源産業が大きな支持基盤となっている。前身の右派政党のカナダ同盟は、宗教右翼、キリスト教原理主義、新自由主義の影響が強く、信仰熱心なカナダ中西部の農村部の支持政党でもあるが、ハーパー政権はカナダ同盟出身であるが、 実際の政策においては、このような右翼色は抑えていた。移民の受け入れには消極的だったが、経済水準維持のため現在は推進している。ただ、かつての政権ほど積極的ではなく、カナダの経済成長に見合った移民を受け入れるという選別を行っている。地球温暖化の定期にも会議的である。また、銃規制の緩和を行っている。 外交面においては、アメリカ合衆国との同盟関係を重視する。太とは、首相経験者太とは、総選挙に勝利し、与党となった、または与党を維持したとし、ありがとうございます。